皆さんこんにちは。わ。わ。出産から、3日経ちました。はい。はい、改めて。いきなり喋り出したから。ごめんな。ちょっと撮影になるとな、声が3倍ぐらいになるからな。慣れなあかんな。普段な、もっと声ちっちゃいもんな。出産から3日経ちまして、報告、させていただいてから本当に皆さんたくさんの、はい、祝福のコメント、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいたくさんのコメントもそうだし、お互いそのツイッターでも報告したんですけど、うん、すごいたくさん のおめでとうございますとの声をいただいて、はい、嬉しい限りでございます。ありがとうございます。もう入院してさ、最初の何にも時間がすごいあったからもう全部見たよ。いや俺も全部見たよ。その面会時間がさ、やべ決まってて、うん、その帰ってから割と暇なわけやっぱり、どうしても家で暇やから見てる感すごいな。あ、違うそういうことじゃない。違う時間つぶしって感じ。違うそういうことじゃない。割と違う。時間があったから、うんうん、すごいたくさん全部見れてね、本当にもう読み切れないんじゃないかってぐらいたくさんの、ね、うん、コメントありがとうございました。ありがとうございました。はい、今はですね3日経ちまして、はい、母子ともに健康でございます、はい、子供もとても元気でございます。元気です。昨日の夜から授乳が始まって、うん、今悪戦苦闘している最中で、うん、で今ちょっとね母子同室にさせてもらえるっていうことで連れてきたんですけど、うん、そう、やっと今日初めて母子同室になった、はい、これまではあの新生児室にいて、うん、その面会できる会える時だけ会ってるみたいな、はい、俺もまだ言うて3回ぐらいしか抱っこできてない、うん、そうだね。いやー、いろいろありましたね。いろいろありました。一番ちょっと重大なことをあんまり報告できてなくて、うん、そうだね、はい、で、あのテレビのニュースにも取り上げていただいて、うん、でそこで多分がっつりテロップとか入ってたと思うんだけど、うん、はい、計画無痛分娩で出産するっていうのをもう前々から言ってたと思うんですけど、動画でね、まあその予定だったんですけど、はい、すごい難産になってしまって、うん、本当は入院した次の翌日にあの無痛分娩で生まれる予定だったんですけど、はい、ちょっととある事情があって、はい、帝王切開に途中からなってしまって、うん、そうなんです。予想してなかったからもうかなりビビったんやけど、怖かったね。本来の予定はあの前日入院して、でそこでいろいろ点滴とかで背中の管も通されて、うん、麻酔をして、でメトロっていう風船入れて、うん、子宮口を開けて、で次の日にその風船が抜けて子宮口がいい感じに開いてて、で促進剤を入れて、うん、で無痛分娩をして出産するという予定が本来の予定やったんやけど、途中までね順調に行っててん、うん、でメトロも入れるところまで行ってたけど、次の日に子宮口を見たら3センチしか開いてなくて、そうなんだね。ほんで赤ちゃんが全然下に降りてきてないと言われてて、うん、で促進剤もやってたのに、促進剤もやってたのに全然ね降りてきてないし、生まれる気配がないから、もしかしたらへその緒が絡まっちゃって下に降りにくくなっているかもしれませんと、うん、でもそれでも、まだ時間があるから促進剤まだまだ入れて、で促進剤入れたらその麻酔を効かすと促進剤が弱くなっちゃうということで、うん、私は痛いの嫌か無痛分娩を選んだのに、ほぼ麻酔なしで陣痛に耐えなければならなかったんですよ、うん、もう数時間、数時間というか半日。だから普通分娩が怖くて痛いって聞いてたから嫌で無痛分娩を選んだのに、全く無痛じゃない中ずっと陣痛に耐えて耐えて耐えて、うん、でもうこれ以上で破水ももうしてるから、これ以上待ったらちょっとなんていうのか感染症とかにもなって、うん、もう待ってられないってなって、
で帝王切開にしましょうという決断をですね迫られたわけで、うん、で帝王切開は無事に終わったんですけど、うん、ちょっと長くて帝王切開の時間、うん、手術の時間なんか1時間ぐらいでだいたい帝王切開って終わるっていう、もうさ3分ぐらいでさ赤ちゃん取り出してほんで縫合とかして1時間とかやってたもんね。そうそう、でも2時間ぐらいかな、手術が終わってからさきちゃんに会ったのが俺2時間後ぐらいで、本当にその時間焦って、うん、もうあの時間はちょっと二度と味わいたくない本当にやっぱりね、帝王切開って赤ちゃんにとっては一番安全なやり方らしいけど、母体からしたら結構リスクが高いみたいで、うん、そうなんですよ。そういうのもネットでさ直前になってさ、うん、何の知識もないままさ帝王切開のそうなんだね、そのまさか帝王切開になると思ってなくて、うん、その無痛分娩のことばっか調べてたから、ね、その帝王切開のこと知識が全くなくて、うん、だから焦りましたね。だから直前で本当に調べて調べて大丈夫かみたいな、調べれば調べるほどめっちゃ怖いことばっかり出てくるからな。そうだね、私本当にねこんなに体が震えたの初めて。うん、いやそりゃそうだよ、もう意識あるんですよ。で麻酔を下半身に効かせてお腹を切るから、意識はあるのにお腹を切られるっていうあの恐怖が、うん、私心の準備もできないままガラガラって運ばれて、で麻酔もうバンって何十時間何こうリリスのように貼られて、うん、で麻酔効かされて、で本当にね これぐらい震えた、泣いて怖くて、うん、涙がもうどん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 出てきて、でもお医者さんめっちゃ淡々としてんね全員、うん、そうだね、うん、はいはい大丈夫ですよっていうすごい温度差感じるんやけど、ほんでなんて言ったらいいやろ、ゴソゴソされんねん。あ、歯医者とかで麻酔した時に、うん、痛みはないんだけど、そう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 、すごい触られてるというか、そうそうそう、なんかむずがゆいっていうか、なんていうのかね、うん、やられてる感はあるけど痛みがないっていう、それがお腹でしょ。そう、お腹ですっごい奥まで手突っ込まれてるのがすげあって、うわーってすごいよいう感じで、でも出てきた瞬間おぎゃーってね泣いた瞬間、恐怖で泣いてたのがもう一瞬で嬉し泣きに変わって、うん、もう、よかった生きてたと思って、で赤ちゃんの心音がね促進剤打ってば打つほどどんどん下がってたから、うん、赤ちゃんも危険やっていうことで帝王切開にしたのですごい心配してたんですけど、うん、もうその瞬間すっごいね元気な泣き声を聞かせてくれてね、もうこんな経験あるんやなって。俺はずっとその待合室にいて、で手術室ももう本当に入れないので帝王切開で、だから赤ちゃんの声も産声も聞こえてないし、うん、結局立ち会いはできなかったんですけど、うん、でもその本当に赤ちゃんもそうだし、何よりやっぱ咲ちゃんが無事でいてくれてよかったなって、うん、本当に心の底から思いましたね。すっごい泣いて入ってきたんですけどさきちゃんの3倍ぐらい泣いてましたいや不安だったんだよ本当に。で出産のね一部始終を実は、うん、全部動画に撮ったんですよ。まあその帝王切開中とかは撮ってないですけど、そう手術そう立ち会いはできなかったんで、うん、入院からずっと私がもう記録に残したいから撮ってほしいって言ってもうずっと撮ってもらってたんですけど、うん、何があってもカメラを回し続けようっていう、うん、号泣してる時もさカメラ回してってさ、私が全部撮ってって言ったからさ、もううわーってやりながらさだってもう無理って言ってバーってカメラ捨てて私のところにガーって来たんやけど、でも私はあ今のも撮っといてほしかったなって思うぐらい本当に記録に残したいし、うん、さ自分のためというよりかは自分が出産に臨むっていう時に本当に YouTube 内で人の出産動画ばっかりもう多分全部見てやんか、うん、私もう海外のやつも全部見てやんか、すごい見てた。そうもう毎日毎日ねもうなんかいろんな人の経験を知ることによって安心にもなったし、帝王切開自体すごい怖かったけど、うん、私だけじゃないんやっていう気持ちにすごいさせてくれたから、もうそれは恩返しとして貢献しようと思って自分の体験を動画に残して、うん、
でコメント欄でも結構今から出産なんでこのビログ旅の動画参考になりましたって今までの動画を見てね、うん、つわりとか言ってくれる意見とかもあったから、うん、もうそれやったら最後まで残したいっていう、うん、まあ、私の強い気持ちがあって、うん、もう号泣しながらね撮ってもらったんですけどすごいなんか何だろう、ああさっきでもカメラ撮っとんなきゃねっていうなんか感情バラバラやったけど俺も人生の大事な瞬間だから記憶に収めたくて、うん、それをそのいつか見返した時になんかこんなこともあったねって言って、うん、でいつかこの子が大きくなった時にそれを見てそのお母さんはすごい頑張ったんだよって、うん、伝わったらいいなって思って、うん、まあ別に見なくてもいいんですけどそんなさ見たくないって言うかもしれないわかんないでもまあ ねもしこの子が見たくなくても世間の人に役立てばいいやっていう気持ちはあります、うんうん、そうでしかも入院前夜の動画を上げたじゃないですか、うん、そうあの動画で俺が嬉しかったのは、うん、妊婦さんももちろんそうなんだけど旦那さん、うん、僕ももうすぐ子供が生まれるんですと、うん、あとはまだ子供の予定はないですけどみたいな妻がいましてっていうでこれを見てすごい参考になりましたっていう、うん、なんか妻がこういう時にどうしてあげればいいのかとか、うん、それなんかこういうことが起こるんだっていうのが、うん、その動画を見て分かったから、うん、すごい勉強になったためになったってコメントが多くて、うん、それすごい嬉しかったです、うん、なんか本当にすごいなんかそれで感動してて、あ、おしっこかもしれない。泣いたね。あれ。なんか待って。入院から出産までの間に、すごくそのコメントを二人とも見て、うん、本当に元気をもらってました。はい。とても嬉しかったです。二、うん、人とも頑張れたのは皆さんのおかげでございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そのドキュメンタリーはね、ドキュメンタリーノンフィクション、まあでもそうだね、ノンフィクションだ、はい、ノンフィクションはちょっと編集して、うん、パッと上げてくれると思いますのでパッと上げられるか分からないすごいいっぱい撮ったからちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、はい、できる限りなんかですね、短くしすぎると参考になるか分かんないんで、うん、できる限りなんか見せられたらなと思ってますんで、うん、はい、それはまあ後日このチャンネルであげますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、近況報告と、まあ、帝王切開になった理由とかの動画でした、はい、元気です3人とも腹切り痛いよ。いやいや腹切りが痛いよ。いや海外の人の言い方。はい、というわけで、はい、さよなら。さよなら。星屑さらういつでも